鈴木康友前市長は当時の民主党で衆院議員を2期務めた後、2007年から浜松市長を4期16年務め去年4月末で退任退任後はコンサルタント会社の代表や山梨県の顧問を務めています知事選の出馬について鈴木前市長は今朝取材に対し浜松の経済界や与野党を問わず出馬を求める声があることを明らかにした上で 行政は経営力が大事で今の県政に思うところもあるこれまでの経験を生かしたいと思っている出馬を前向きに考えていると話しました。